ドリコム。ピンポンパンポーン。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、僕たちがしっかりしないとね。はい、ではキララファンタジア始めていきましょう。きちんと栄養は取ったかい？サッカークエスト第6弾スロースタート。というわけで、百地玉手役の伊藤綾沙さんをつけろというわけで、がキララジオゲストに来るみたいですね。私の実家を去年あのイベントでやったあの部屋のコンテストじゃないですか。本当に昨年11月のイベントは楽しかったな。なかなかあの時は南新宿の山のホールで。やってました。今山のホールだったらどのぐらい入るんだろうな。で、というわけで、しっかり練習すれば。ルーム。学園生活部には休日ってなかったから、なんだか変な感じ。飛んでますね。トレーニング。朝のトレーニング終わったわ。気持ちいいわね。平均はいくらもらえるの？いい感じよ。9万8000だから金鉱探査。大玉転がしとか玉入れとかは少し頼み事をしたい。ありがとう、助かった。この見事。プレゼント。クエスト。七夕の約束。王世が年に一度とは慎み深いな。残り期間がそんなにない。収集クエスト。このクエスト時給はいくらかしら。緑ですね。はい、このメンツのままでいきましょう。風属性の中から誰でもいいでしょう。まずは守りもしっかりしなきゃ。いったー、やっちゃいますよ。力が湧いてきます。サポートします。今は我慢の時だね。はっはーってすごいな。使いづらい。こっち。みんなと一緒ならできるよ。食らえです。サポートします。いやー、今は我慢の時だね。倒せるか。私たちの勝ちです。とりあえず、ね、アオバのレベルを上げないといけない。
ハーバーまだレベル40ですからね。それじゃ出発しましょう。というか、アーバーもう許可しちゃってもいいような気がしてきた。キリエまで強化して、大人になれましたか？まだまだ限界突破ってできるんかな。限界突破できますね。ニューゲーム使い切っちゃいましょう。他にいなかったはずなんで。あ、ライネさんがいる。ライネさんは違う。ライネさん同じ CV だけど、あのキラーファンタジアオリジナルキャラクターだから。アオバをちょっと育てないとバランスが悪い。育てていきましょう。これだったらちょっと足まといになりにくいんじゃないかな。この辺りにも。それじゃあ出発しましょう。これで中級に挑みましょう。チア、まあボーナスがない。上がりますよね、レベルが上がると。なのでこれで絶対倒しやすくなる。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。ブーストします。今は我慢の時だね。強力になる。ダメージ、食らうダメージが大きいな。そうでしょ。必ず勝つ。外周一色。勝たないですね。ここでスキルを復活させます。みんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って。倒したのね。これ倒します。みんなのおかげ。上級。彼女しかいないんですよね。行ってきます。まああまり頼らないようにしましょう。私は何とかしないと。ですね。急にびっくりした。
やばい。本数を減らそう。押した。なかなか出てこないんだが。とりあえず大回復。これでスキルを全使用できるようにする。みんなと一緒ならできるよ。自身にかけましょう。強いかも。行きますよ。油断できないかもね。頑張っこい。スノアブリザード。よし、スノアブリザード。進んでください。続かせだけに。お、真ん中残った。この時のために練習した。アズニアンがすぐ畳みかけます。畳みかけじゃない。勝ちましたね、しっかり。それじゃ出発しましょう。さて、長距離やりますか。あ、間違えた。土属性だ。本当の本当に組まないといけないパーティーって、この面つかない土属性だと。だからなんか弱いなと思ってたんだ。属性は教授がいますね。教授使いましょう。出発。自身を大丈夫。倒すかないか。倒すか。強いな。やっぱり強い。きっと大丈夫。守備の能力じゃないからそんなに使えないんですよね。ちょっとだけ痛いの。すごいな、これ。これは。どうだ。あれ、結構強い。しぶとい。お願い、間に合って。サポートします。うまくいくといいんだけど。わずかに残った。雑魚を倒していった方がいい。一人でなんとかなっちゃうってとこだね。すごい、やりましたね。それじゃ出発しましょう。王政が年に一度。
モーリークエストだったっけ、チャレンジクエストだったっけ。死活強敵チャレンジクエスト限られんですね、使える人が。魔法使いのオーブにします。そしてもう一度、赤と土、アズニャンが死にやすいですね、このパターンだと。炎で強いって誰だ、これか。土でいいキャラクターを選ばないといけません。しかし難しいな、なかなか。もう2人入ってるからな。当然これ使いますしね、3オーバーする。ちょっと武器のクラスを1個落としたらどうなるかな。あ、なんとかギリギリ足りた。炎の属性の強い戦士、強い人で、あの、保管しましょう。ゆずこ？奮闘努力。緊張してきちゃった。なんかすごいダサいけど。なんか強いですよね。って回復おかしいじゃん。狙いの これ無理でしょう。てか全然プレイさせてもらえてないんだが。きっと大丈夫。あ、間違えた。どうぞ皆さん私を盾に。回収一色。全然ダメージ食らう。ないわね。現状の力では通用しないです、これは。攻撃する隙もなかった。使ってみましょう。ゆずこ。戦いは何も生まない。みたいな。気分がいい。やむを得ないね。キリンだ、キリンだ。そんな、ユウちゃん。結局彼女だけになっちゃいますからね。一緒にやろうよ。病気ってなんだろう。攻撃できるじゃないこれ。鎖骨。ああ、終わった。もうダメ。これ土、最初から土属性オンリーで行った方がいいですね。多分だけど。ただ難しいと思うんですよね。
七夕にちなんで今日は星空をも中野あずさです。親がすみません助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。エネミータイプ見てると強いな。あ、土属性がやっぱり強いとか、土属性が強い反面風属性は水属性弱いですからね。土属性で行かなきゃいけないとはいえ、これはちょっと現時点では通用しないです。飛びクエスト戦士とナイトの終年場か。強化素材もなかなか大事だっていうのは分かります。もう一度、土属性が強いが風属性ですね。強化あんまりやらなかったんですが、今は強化の方が大事かも。行ってきます。うまくできるかな。今は我慢の時だね。派手にやっちゃいましょう。これでどうです？皆さんのやる気をアップします。きっと大丈夫。こんな感じでどうですか？このアグリジャーがレベル2に。よし、スノーバーグリザード。何して脱ぐ。13万。きっと勝てるって思ってました。短冊 ×20 クエスト10回クリアすると短冊 ×20 をもらえる。建築屋じゃなかった。建築屋直接関係ないですからね。おはよう。要件はこっちは今だけ。なんだろうこれ。
だってこれでパワーアップできるんだ。交渉成立、限界突破できるんだ。どれにしようかな。ウララ迷路町かな。交渉成立、ちょっとありますね。じゃあ桜トリックに回そう。交渉成立。もう強化、本当に強くしないといけないのは強化素材なんですよね。交渉成立っていうのが気がつきました。交渉成立、まずには強化です。続いて鍛冶屋に行ってみましょう。ある程度武器は強化していた方がいいでしょう。僧侶のシンボルを頑張って使います。クレストかな。やー、鍛えがいがあったぜ。素材はどうする？で、当然カオス先生も僧侶なんだ。僧侶が2人あるのはちょっと。37ですか。やー、鍛えがいがあったぜ。これも40にしないといけないですからね。何を鍛えるんだ？こういう専用武器もどんどん鍛えていきたいですね。そういう専用武器なんてあるんだ。武器も結構大事ですからね、選択も。というわけで、少しずつ地固めをしていく大事さが身に染みたですね。このゲームとなっております。カオス先生はまだまだ上がらないですよね。スキルアップパウダー使えば確かに強化できるんだけど、攻撃っていうのがちょっと使いづらいかも。メモリアライズは順々に進化させていかないといけないんですけどね。行動速量アップとか強いですからね。はい、というわけで今回は七夕の約束収集テストの前編をやってみました。次回は後編やっていこうと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。